はい、到着しました。はい、到着です。こちらが浜名湖フィッシングリゾートさんです。はい、初めて？初めても初めてですよ。おお、行ってみますか。はい、とりあえず受付行きましょう。はい。いやー、緊張ドキドキしてきた。やばい。ここ結構キチガイな釣り堀やからね。ちょっと待って、どういうことですか。まあいろいろキチガイからここ。え、どういうこと。うん、うわー、もうみんな結構やってるよ。久しぶりやね。あ、釣れてる。うん。おお、すごい。お、釣れてる人いるな。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。ありがとうございます。今日もコロ様やりに来ました。ありがとうございます。暑いんで、はい、達成上がってますよ。え、本当ですか。結構久しぶりですもんね。そうですね、うん、何年、2年ぶりぐらい。2年ぶりぐらい。そのもんですね。ありがとうございます。コロ様どうですか、調子は。めちゃくちゃいいのと、あとは今シーズンからちょっとでかいのが。でかい。でかいのが。え、コロ様がでかいってことですか。コロ様がでかいです。コロ様ってあれ以上でかくなるんですか。あれ以上でかくなります。マジですか。え、数は少ないんですが、はい、80センチになるんですか、あの魚。そんなに育っちゃったんですね。推定10キロ。いや、新しくね、仕入れたんですよ。あ、仕入れたんだ。え、10キロ。相変わらずキチガイですね。相変わらずキチガイですね。腕パンパンになって帰ってください。ちょうど後ろについてるあれですか。あれ、うん、あれやけど、あれ多分可愛いサイズ。あれの形で 80? もう本当にそんな。あとはレッドテールキャット、うん、何それ。ナマズですよね。ナマズです。今シーズン釣れてるのが91が90センチ。釣り何ぐらいあるってこと。そう、釣り何、90センチじゃないわ。はい、回しました。はい、到着しました。はい、まあ、こちらの池ですね。はい、こちらにね、怪魚がうようよいるということでですね。はい、これ見てください。これがね、今回の怪魚の餌になります。こんなカレーライスみたいなやつですか。まあ、これちょっと白と茶色あるんやけど、まあ、こんな感じで、まあ、最初固めてもらって、はいはいはい、そうね、最初はちょっとアピール力強めで大きなお団子にします。はい、まあ、こんな感じになりましたね。はい、まあ、タックル説明すると、リーダーの方からいきますと、はい、こちら20ポンド、はい、フロロで、PE の方がちょっとごめん太め、これな、あの生酢用やから3号もうちょっと細くてもいいかな。はい、まあ、で、ベイト、リールに、まあ、こちらね、バス用とか、まあ、海魚用とかいろいろありますけど、はい、まあ、ロッドの方ね。はい、かわいいでしょ。かわいい、ピヨンと、よいしょで、今落ちました。はい、でなるべくパチャッと落とすことが、パチャッと落とす、まあ、うん、これを見つけてくれるので。あ、じゃあわざとボシャンって、うん、そう、わざとボシャンっていって魚をおびき寄せて、で、これがね、急に引っ張られるんで、はい、まあ、ラインも含めて、はい、まあ、そしたら、まあ、あの釣りをすると釣りをするってか、ファイトするファイトするみたいな感じです。じゃあしばらく今ボチャンで待ってて、うん、向こうの様子を見てるんですか今。そうだね、今魚がもしかしたら食って走ってくれれば、これが一気に走り出すんで。へー、でドラッグ設定しっかりしてないと、うん、一気にバチッと持ってかれちゃうんで。あー、じゃあちょっと緩め、はい、ちょっと緩め、でも、まあ、合わせれるぐらい。はいはいはい、真ん中に島があるでしょ、そこに。あ、はいはい、見えました。で、今回この怪魚って初速がめちゃくちゃ速いので、うん、はい、まずは、初速を止めること。初速を止めること。それには、ドラグズルズルと止まらないんで。はいはい、確かに。で、島に巻かれて切れてしまうんで、うん、はい、まあ、なるべく、絶妙な、まあ、締めすぎもダメですけど、うん、弱すぎもダメっていう。うわ、難しい。バチャバチャしてる、やばい。よしよしよし。うわ。よし。うわ。よ
しゃやりました。よっしゃ。よし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 。でまあ、あのなるべくねこれ落とさないように。あ、そっかそっか、リリースするからね。リリース前提だからね。見て、やばいやばいやばい。早速。これが殺せますね。やばい。大きいね。怖いんだけどね、体。すごいでしょ。こんな魚いるの。まあ、これがね、あのアマゾンのまあ怪魚と言われてるコロソマですね。はい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 。え、アマゾンってそんな魚いるんですか。ね、じゃあリリースします。はーい。ありがとうね。はーい。いいよ。はっ。おう。おう、一瞬で入ってた。へえ。さあ、じゃあさあさあじゃあポポシにもやってもらいます。だって1匹釣っただけで結構体力がもうきつい。じゃあやって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 、ヤクどっかに置いて一緒にやってよ。おかんよ、どっかに置いて一緒にやってよ。一人立ちの時、一人立ち、一人立ち。カレーライス、ちゃんとねお店の人から手袋もらってます。そう、お店の人が手袋をくれました。まあ、女性には優しい。まあ、ちなみに俺手助けせんからね。え、そういう、やってみよう、行ってみよう、行ってみよう、やってみよう、やってみよう。もうここを見て、怪魚だらけだからね。はい、すごいですからね。待って待って、ドラグだけ。せーの、おちゃ。ちょうどあそこら辺ですね。だって注意書きで、うん、置き竿禁止、飛んでいきますのでって書いてあって。俺もね、何回もここで飛んでく竿を見たから。もうスポーンって、もうスポーンって飛んでって、泣き崩れる釣り人。なんでこの手、このままの。ちょ、まっすぐ下ろしてみ。そう、下ろして。なんでこのままなんだ。ふっていけるように。まあでも俺はね、ポポシ、君のヒットシーンを撮るためにね、うん、カメラを持ち続けるよ。おかん、頑張るよ。あれ、当たりがないので、これ団子2個目じゃないですか。ほら、ない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 。ない？しっかり完食ないわ、やられとるわ、やられとる。あと、うん、予想されるのが、うん、こっちから風吹いとるもんで、うん、ラインスラッグでズルズル引いちゃって餌が溶けた可能性もある。あ、自然とね、ズルズルと。ってことはもうちょっと固くしてもいいかな。はい、わかりました。もう一丁やってみましょう。はい、2丁目いきましょう。よいしょ。お、ちょうどこの流れの、水車の流れのところだね。オールブラックバスセット SP。 あ、待って待って、来た。サボ見てたら来た、サボ見てたら来た。すごい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 。ちょっとちょっと、立て直して、ほぼちゃん立て直して。すごい引いてる、めちゃくちゃ引いてる。大丈夫ですか？大丈夫？大丈夫？はい、頑張って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 。はい、立って立って、一人前の釣り師になるんでしょ？立って立って、よし、立って立って、そうそうそう、一人でできるもん。すごいすごい、大丈夫か？さあ、竿立てて。おー、よう引いてる、よう引いてる。大きいんじゃないかこれ。おー、すごいすごい、引いてる引いてる。さあ来たか、来てる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 。あ、すごい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 、怖いよ。すごいすごいすごい、引いてる。よし、もし、もういいんじゃないか。あ、もういい、大丈夫。ほらほらほら、来てるぞ。あ、スレだ、スレになってるんだ。そういうことか、擦れちゃったんだ。まあ、こればっかりしょうがないからな。傷つけちゃう、ね、いけない。よしよし、そうか、それは引くわ。おお、すごいすごいすごい。よし、お、うまいうまい。よっしゃ、一人でいけた。よしよし、オッケー、一人でいけました。早く逃がしてあげないと。わあ、これはちょっと。さあ、皆さん、ポポシやりました。まあ、擦れだけどね、仕方ないよね。こればっかりは選べないからさ。どうでした？疲れた。疲れた。一言。疲れた。もうや
すごい強烈な引きでしょ。すごいでしょ。え、だってこのくらいだよ、このくらいならサイズとしては釣ったことがあるサイズだよ。あれぐらいだと40センチぐらいかな、ね、あれの倍いますからね。さあじゃあ もっとサイズアップしていきましょうよ、ね、次ヤッくんの番だよ。あ、俺の番か。よしよしよし。じゃあやるやる。 俺の番やった。ヤッくんも手がプリプリしてるから手ぶれしてたらごめん。仕方ないよ、手がプリプリする。それもね、視聴者さん分かってくれるから大丈夫だよ。なかなかね、全国探してもさ、こういうね、怪魚を取り扱ってるような釣り堀さん、本当に稀なので、貴重なね、釣り場ですけど、で特にここ島がやっぱあそこにあるんで、はいはいはい、あそこでまあ巻かれないように、そういうことだね、まあ、そうですね、グリーンってゲーム性の高さ、確かに、うん、逆に言ったらああやってこう簡単に釣られないような、仕掛けがあるので、大きいのも残っててくれやすい。はい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 。やたらめったら釣れるとさ、どん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 体力消耗しちゃうじゃん。そうなんだね、確かに。やっぱこうやって隠れれるような、ところがあると魚にはいいですよね。なるほど。え、あ、なんか放流なんか放流してる。あ、水放流してる。放流始まった。放流してる。おお。あれ何巻いてるの。餌だもんね。餌避けてる。チャンスチャンス。チャンスタイム、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 チャンスタイム。さあ、チャンスタイム来た。さあ、巻いてる。これが釣り堀の醍醐味だ。いや、さあ、来たぞ。順番待ちしてます、私。順番待ち、順番待ち。さあ、さあ、ワクワクタイムだ。来た来た、待てよ。あ、来た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 。ほらほらほら、投げてる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 。ほら、さあ、さあ、お兄さん来た、お兄さん来た。お兄さん来た。さあ来たよ。ほら、投げてる投げてる。ちょっとこれ外しちゃいますね。あ、なるほどね。うわ、すげえ。うわ、すげえすげえ。めっちゃいっぱいいるじゃん。お、行くぞ。よいしょ。さあ、行った。さあ、どうだ。もう来てる、もう来てる。ダメだったの、ダメだったの。え、もう一回行きますね。さあ、さあ、フリーで。フリーです。フリーですよ。いいですよ。え、これいつまでフリー。とりあえずフリー。まだまだ走るまで。走るまで。走らして。走った。待てよ。待てよ。待てよ。行ける。まだ。走った。行け。いいんじゃないか。いいんじゃないか。よっしゃ、いった。いった。いった。行けました。いったいった。いったいった。すごい勢いだ。すごいな。めちゃめちゃ引いてる。おお。え、これでかいんじゃないか。うわ、マジ。さっきより大きいんじゃない。すごいすごい。お、本当に強烈だね。さあ、魚見してよ。もう来るかな。おお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 すごい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 。来るぞ。さあ、来るぞ。お、でけえんじゃないかこれ。あ、でかいでかい、めちゃくちゃでかい。ちょっと待った、めっちゃでかい。ちょっと待って、ストップストップ。また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 、持ってくれ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 、担いで担いで。めっちゃでかいめっちゃでかい、めっちゃでかい。でっこ、よし、フィッシュグリップな。お願いします。グリップグリップ。ほら、こんなんだよ。でかい。うわ、でかい。これでかい。やりました。写真、あ、写真撮っていいですか。写真撮ってもらってます。いや、素晴らしい。一回これ俺もやってみたかった。ねえ、行った。お、行った。うおー、これ走るのよ、これ走るよ、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 走るよ。やばい、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 早い、早い、早い、すごい。このサイズをやっ、80ではないな。80ではないけど、とてつもない。ね、すごいサイズ感あるよ、ここから見ても。
こいつめっちゃ元気。ねえ。タモが縮んでる。タモが縮んでる。ナイスキャッチ。ナイス。でかかったわ。いやー、もう収まりきってない。いいとこ。これ何センチぐらいだろう。ね、測り行こう。測り行こっか、これ。ねえ。何センチぐらいかな。計測タイム。計測。今。おお、58。9、8。あと2センチ。いやー、やっくり。あと2センチでした。いやー。60夢だね。そうだね、うん、でも60見えたね。見えたね。見えたね。頑張ろうね。頑張ろう。よーし、釣るぞ。よし。さあ今ね、一通り釣らせてもらいました。非常に、コロソマの方パワフルで、コンディションも良くて、60センチにはね、2センチほど満たなかったんですけど、58センチというね、大きいサイズも出てくれたんですけど、まだまだ大きい魚いるそうなんで、頑張りたいと思います。でここからはね、ひとまず定点で、少しこう2人でみっちりトークなしで釣りを楽しんでみたいと思います。目指せキャットフィッシュとか大きい魚、頑張ります。これも落ちてる。よし、よし。ナイス。よし。これもでかいよ。まあ普通にでかかったね。でかいよ。でもないな。ない。50ちょい、50ちょい。どれ。ちょっと待って、でかきゃいいと思う。それで、ちょっと待って、ちょっと待って。見て、大きいの作った。やあ、でかい。でかい。もう毎回さ、ネットにさ、こいつ太鼓あるね。ねえ。長さはないけど太鼓あるね。ムチムチだよ。お客様で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しく見せていただいて、嬉しいです。あ、ちょっとカメラ持ってて。ありがとうございます。あ、もちろん、ありがとうございます。肉食。だって金玉肉食やん。それは間違えて食べるじゃなくて、うん、肉として食べるの？なんかぶら下がってるから食っちゃうって僕は説は聞いたんだけど、まあでも金玉食ってことは肉食なんじゃないかな。確かに、うん、しかも亡くなる人がいるっていう、相当鋭い歯で切られてるから。亡くなっちゃうんだもんね。亡くなっちゃうんですよ。傷ついたじゃなくて。傷ついたもあるけど、亡くなったもあるんだから。うん、片玉もないみたいな。やだ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 。ちょっと私も取られないようにする。私ないでしょ、たまそれほら、それってそのないでしょの振りにつなげていくでしょ。ねえ、それを予測したこの一言が来るじゃない。だから面白いんだけどね。何その顔。だからまあ面白いんだけどね。まあいいんだけどね。あ、見せたいこの顔。なんで見せれないんだろう。うわ、やば。おお、すげえ。ピーコック、これ放流するんですか。放流します。マジですか。バンって持ちます。あ、はい、持ちたいです。この横にね、グッて持ってもらう。あ、そうです、そうです、そんな感じで。わー、すごい。すごい、ピーコックですね。え、何、ここがピーみたいな感じ、ね、何これ。いや、これがね、放流されるみたい。マジかよ、ピーコックだ。いきますね。すげえ。おお、でこの池もピーコックを狙って楽しめると。楽しめます。あとメインはバスで。メインバスで。メインバスで。
で、当たりでピーコックが当たりでピーコックがうわ、すげえとんでもねえなぁ。いやこのそばもね、今80は釣れなかったんですけど50センチ台レギュラーですね。ええ、釣れました。もうずっと50センチ台ばっかり。ああ、いいですね。最高ですね。バケモンしか来ないんだけど、あそこ。よかったです。よかった、よかった。あのね、チレッと、はい、釣れてますねーとか言うけどさ、50センチってまあまあ手応えあるんだよね。まあまあきついんだよね。慣れすぎですよ。ねえ。ヤックビヒヒヒってやってるのに、そう、忘れてますねー。あ、オッケー、いいっすね、いいっすねーって来るけど、めちゃめちゃきついんだよね。いや皆さんもね、ぜひね、あのフィッシングリゾートさん来てくださいね。楽しめますよ。本日は動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいね、コメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録も押しておいてください。ベルマークもお願いします。言わないの、おすすめの動画もねこちらありますんでね、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。言わないじゃん。言う。